2022年6月5日、QOL サービス出版から、認知症の方が楽しめる活動の本、たすけ第2弾、7・8月号が出版されました。この本の中で、私の花咲く睡蓮の池が紹介されています。作り方も詳しく載っています。QR コードを読み取れば、動画を見ながら作ることもできます。鯉や波紋の型紙もついていて、コピーしたりダウンロードしたりして使えます。他にも夏らしい楽しい活動がいっぱいです。興味がある方は説明欄をご覧ください。